はい、オルベリクさんの推奨レベルが27なんですが、27になってないですが、この第2章をやっていきたいと思います。ビクター・ホロウェイと到着したオルベリックは、武闘大会出場者の話に沸く人だかりの中で、グスタフの名を耳にする。もはや、結構前の、第1章がかなり昔なので、どんな内容だったか覚えてない。オルベリクは旅に出た。一度は見失った自らが剣を振るい、身を再び取り戻すため、かつて自分と王を裏切った、ああ、そっか、ヒアハルトの足跡を追って、オルベリックが成敗した山賊の男ガストンの話によると、ここにエアハルトを知る黒騎士グスタフという男がいるらしい。かくしてビクターホローにたどり着いたが、なんかすごい悪どい顔したなんか商人みたいな人がいるけど、商人じゃないかな、あれ。客引き?さて、そこの旅人さん、このコロシアムは知ってるかい？この街はなんかコロシアムがあるみたいですね。喉が。この街一番の名所だろ。それに今は年に一度の舞踏大会の最中だ。それが目的で来たんだからね。これあれかな？コロシアム？舞踏大会って生きるか死ぬか生か死かなのかな？それとも、さすがに、殺生まではしないのかな？今回もいろいろな町から猛者たちが集まったぞ。猛者で合ってたかな、読み方。激しい予選を勝ち抜いたのは8人。その中でも注目すべきはこの4人だ。4大会連続優勝中の常勝王者、粉砕のアーチボルト。豪雪の地より現れた麗しの剣士、凍てつく剣のジョシュア。アーチボルトの座を狙う永遠の2番手。永遠の2番手って、強肩のウォーレス。そしてあと1人は、黒騎士グスタフだ。何？もちろん。黒騎士ってなんかね、あんまりダークなイメージしかないですよね。その通り、初出場ながら予選で見せた強さ。アーチボルトを超えると期待される優勝候補筆頭だ。戦い、あると思うんですけど、1対1だとちょっときついんですが、さすがにパーティー戦ですよね。絶対王者と突如現れた新星、他も一癖、二癖ある連中。今回の大会見ないと生涯悔いが残るってもんだ。一つ聞きたいことがある。どうしたの？実は。そのグスタフという男に会いたい。どこにいるか知っているか。それって。さてな、本戦でなら必ず見られるぜ。ちょっとですね、頭が痛いんですよね。このリアルに。会うのならば、そこでか、いや、話をするなら、控室とか。あの男、相当やりそうね。これは使えるかしら。ん？なんか気になる女の子がいるなぁと思ったけど、なんか、出てきましたね。自ら。街を見て回る。とりあえず緑のところ。こっちか。そこのお前、この男できる。
なかなかの殺気だ。俺のことか。何のようだ。それだけの殺気、ただごとではあるまい。確かに強そうだ。俺が万全の状態でも勝つのは難しいか。でしょ？私の目に狂いはないって。あ、結構なんか大人な女性ですね。声からすると。ごめんなさいね。あなたの実力を測ってみたかったの。こいつはネットって言ってね。怪我さえしなければ大会に出場。何の用かと尋ねたはずだが。私はセシリー、コロシアムで工業主をしてるの。工業主ってコロシアムを運営している人かな。工業主、コロシアムの試合を管理するものだ。彼女もその一人だが、実力はまだまだ。ああ、何人かいるわけですね。あの幹部みたいな感じかな。実力、管理の実力。黙りなさい。余計なことは言わなくていいの。あなた、グスタフに会いたいんでしょ。先ほどの会話を聞いていたか。ええ、でも今本戦の出場者に会うのは難しいわよ。向こうから会いに来るなら別だけど、彼とはそういう関係じゃないでしょ。何が言いたい。私なら会わせられるって言ってるの。あなたが本戦に出場することでね。予選はもう終わっていると聞いたが。うん、そうですよね。それがあるのよ。あなたが出場できる奇策が。あの、トーナメントのシード権とか。いや、もう、でも4人決まってたら、ないか。なんだそれは。あなたが本戦の出場者よりも強いこと。それを大々的にアピールすればいいのよ。この舞踏大会の期間中は暗黙の了解でね、決闘が認められているの。本戦を逃した腕自慢たちもやる気満々よ。え、待って、それ1対1 ですよね。だが本戦出場者には関係ないだろう。わざわざ戦ってやる義理もない。それがそうでもなくてな、血の気が多かったりしがらみがあったり。そういう出場者にアピールして決闘に誘い込むの。俺とお前どっちが強いってね。なるほどな。しかしそんなことをしてお前にどんな得が。私は自分の推薦する選手が本戦に出場すればそれだけで名誉なの。なるほど、理解した。確かにお互いのためになるようだ。契約成立でいいのよね。あなたお名前は。オルベリク・アイゼンバーグだ。オルベリク、まさかホルンブルグの冒険の騎士。何それ、絶対盛り上がるネタじゃない。いけるわよ、ルベリク。きっとお互いの目的を果たせるわ。かなり有名みたいですね、やっぱり。ただ決闘か。ちょっと非常にあのレベル23なんですよね。どうしよう。この人は？こいつとなら目立つ試合ができそうだ。あー、ここで、あ、試合か。ちょっと待って、せめてあの装備を
万全にさせてあげたい。レベルは全然足りてないんですけど、いやまさかこうなるとは。ちょっとケチって言いましたけど、これを買おうか。オルベリックさん、あとは何がいいかな。これも買おうか。で、鎧も、これでいいかな。で、装備で、その他のところはどうしようかな。パワーベルト。リング。回避上げ、あ、いや、命中の方がいいかな。で、出れるかな。あ、移動は一応できるのか。じゃあとりあえず セーブしてから決闘しようね。勝てなかったらもうレベル上げですね。他のパーティーとかレベルの差がね、どうしてもできてしまう。ではやっていきますか。さあ勝負だ。勝てるかな。さあ始めようか。覚悟はいいか。あ、そうだ、アビリティ全然やってなかった。とりあえずタメル使ってみますかね。どれくらい食らうのかな、攻撃。覚悟はいいか。さすがにね、こちらの武器に有利になってるはず。あ、そんなことなかった。じゃあやりか。覚悟はいいか。よし、ここからが本番だ。2でいいか。3か。1、2、3でブレイクでしょ。覚悟はいいか。弱点やりか。剣を買ったのにな。強いぞ。覚悟はいいか。まずはここ防御かな。いや、防御だな。攻撃して、あ、これまずかったか。ちょっと待って、ここは HP 回復台で使わせてもらう。よし、倒した。いい勝負。ちょっとレベル微妙かな。これぐらいがちょうどいいのかな。くしゃ。よし、これあと4回やればいいのかな。じゃあどこだ、どこ、あれ、これか。ああ、おっ、あれ、おっさん、おっさん言っておくが、俺は
オルベリックさんっていくつだったっけ？おう、最年長だっけ？SP がちょっとあれだけど。おう、そう、弱点同じかな。冒険の騎士、押してまいる。行くぞ。ってことは槍か？間違った。今度はじゃあ剣かな。ここは一回でいくか。で溜まって、ここでブースト使ってブレイクして攻撃。覚悟はいい。で、覚悟はいいか。十万字切り。あ、弱点だから。また一つ強くなる。感謝する。よし。さあ、はい、この男の名はオルベリク・アイゼンバーグ。今は亡きホルンブルグ双璧の騎士と並び称された一人、冒険の騎士、その人よ。何？まさか。あ、まあまあ知らない人もそれはいますよね。それは、はあ？なんで本戦に出てないんだ。ありえないだろう。さて、ここまでやったのだ。本命が来てくれると。ん？どうかした？そうだな。いや、急に終わって幸いだと思ってな。おいおい、誰？ビクトリノって。おお、7つの海賊団を潰した賞金稼ぎ、いろんな人がいますね。おお、このとこかなりの手慣れと見た。おい、ついに本戦出場者、4人のうちには入れなかったよけど、ってことかな。なんと、俺でも聞いたことがある、なるほど。いいか、海の男をここまでたぎらせたんだ。もちろん責任は取ってくれるよな。ちょっと、あっちの広場で決着をつけましょう。な、あー、なるほど。また準備しろと。とりあえず回復はした方がいい。レベルな、多分足りないな。これ覚えて、サポータビリティって何かあったっけ。状態異常で防御強化、まあ、一応つけときますか。一応セーブして移動。さてさて、当てますかね。あれか。まあ一応槍の方はこれでいいかな。
あこれでいいか。それじゃあ始めるか。海の男は行儀よく戦えねえからな。冒険の騎士、押してまいる。ちょっと待って、ああ、そっかそっか。ゆっくりした。3対1かと思ったら、これなら大丈夫でしょう。弱点探し、お、これはいいですね。行きましょう。オルベリックさんね、主人公で選んでたらかなり強かったんじゃないかな。まあ育ってたら強いと思うんですよね。何かな、火かな。やってみるか。違った。光でもなく。多分属性の弱点が何かしらあると思うんですよね。雷使いますか。かかってこい。ここは。あ、倒しましたね、手前の方。させて結構効くんじゃないかな。行きましょう。行きます。狙い撃つ。行きましょう。叩いて集金できるかな。 97% ってことはもう HP あまりないんじゃないかな。かかってこい。うん、いい戦いだった。8枚やがった。さすがは冒険の騎士強え。パーティー戦でしたけどね。これ本戦どうなっちまうんだ。強い者が本戦に出場する。それが当然じゃない。でも強いやつが出るべきだろ。いや、負けた負けた。こんな強い奴がいるなんてな。それはな。あれ、この人って4人のうちの1人に入ってたっけ。強い奴が正しい。こうなっちまったらあんたが出てくれや。ああ、それでは謹んでお受けする。ルベリクワイゼンバーグ、
舞踏大会本戦へ特例による出場を決定。その知らせでいいのかなは、瞬く間に町中に広がったこの思わぬ強者の参戦に観客たちは大いに沸いた。本戦では果たして何が起きるのか、期待は膨れ上がる一方であった。さあ、ついに本戦が始まり、ちょっと待って、そうよ、とこまめに刻ん、まあまあまあいけるか、いけるか、さあよし。1対1だと非常にまずいですけど、でも1対1なのかな。うん、この日がやってきたぞ。年に一度の舞踏大会、選ばれし強者は8名。誰が一番強いか、見たいか、みんな。ならば。左にいる人かな、オルベリクさんの左に。史上初となる5大会連続優勝なるか、優勝王者の優勝を阻む者は現れるのか。アーチボルト、いいぞ、いけ。そして、リボート剣技に女性たちは釘付けだが、決してみー、何を見とれるのでいいのかな。この男の剣はあまりに美しく残酷。ジョシュア、どれ、右の人、すごい、なんと、はい、鍛えに鍛えた槍の技。次は最短試合記録を更新したのはこの男だ。ゴンドラート、初めて聞きますね。まあそう、なんか怖そうだけど、やっちまえ。でもなんか見た目は普通かな。いけ。続いて、なんか右から2番目の人はこれ服着てなくない？永遠の、ああ。魔物より危ない男の入場だ。観客の皆様、決して手は触れないように。フォーレス、どれ、どれだ、狂犬って書いてあるけど、なんか素手で戦いそうだな、この人。次は、女性に出される魔物すべてを勝ったことがあるカリウド界の大物。バーナード、この人も初めてだな。おい、結構でもなんか年いってそう。さあ、無敵の盾を破れる。ここは未だなし。最重量にして最大級の巨体。この男の倒れる姿が想像できない。グリーグー、すんげー、なんかミイラみたいじゃない。そして、黒騎士か。グスタフ、どんな見た目、なんか普通の感じだな。もっとなんか怖そうな感じかと思ったけど。続いて、怪物殺しビクトリーノをぶっ飛ばして参戦。その出場には賛否両論あるが、相手言わせてほしい。強いものが正しい。それがこの大会唯一絶対のルール。
以上。どうなるんだろうこれ。第一試合はこの後。よく来たな。あなたがあのオルベリック殿か。うん。なんか思ってたよりなんか、悪くなさそうな感じはするけど、俺のことを知っているとなると、うん、あなたの目的は分かっている。エアハルト殿についてだな。そうか。やはり知っているのだな。ああ。エアハルト殿からお聞きした。だが、ただでは教えられない。ここがどういう場所かは分かっているだろう。なるほど。力を示せ。そういうことか。オルベリック殿、あなたは今何のために剣を振るっている。俺は騎士であった俺は陛下役に民を守るために剣を振るった。だが今の俺の剣を振る理由は、では決勝で待つ。準備を整えか。この人は、はい、出れるのかこれ。他の町に行ける。あ、行けるのこれ。行けるのか。さすがに一旦区切って